48を卒業します。こうして紅白歌合戦に出演させていただくのもこれが最後になりました。感謝の気持ちを込めて歌わせていただきます。放送終了後、仰天発言について詳しく聞こうと待ち構えていた報道陣の味方になったのは、大感謝。あ、大島さん、びっくりしました。普段言わないと思うけど、私が呼んじゃったからじゃない。卒業まだ決まってないんですよ。はい、だいぶ前からしてたんですけども、なかなかタイミングっていうものがなかったので、でも、このタイミングかと思って、ヒヒーン。でも晴れやかな気持ちです今は、はい、じゃあ今のように駆け抜けます。